スティウムパリデスの鳥が描かれたオボルス。アッティカ、アテネのオボルス。紀元前449年のもの。都市国家ルカニアのもの。紀元前425から350年頃作り。サイズは 21mm オボルス銀貨。グレコバクトリアをデメトリオス一世が描かれている。サイズは 12mm と極端に小さいが、成功に作られている。オボルスは、 ドラクマの1、6の価値があるギリシアの銀貨である。プルタルコスによると、スパルタ人は4チャルコイの鉄製のオボルスを持っていた。また、オボルスは、重さの単位でもある。古代ギリシアでは、1オボルスは、ドラクマの1、6、およそ0.5グラムとされていた。古代ローマでは1オボルス、1、48オンス、またはおよそ0.57グラムとされていたが、 ローマ共和国のコインとしては決して発行されなかった。現代のギリシアでは、1オボルス0.1グラムと決められている。古代ギリシアでは、葬儀の際、死者の口の中に1オボルス入れるという習慣があった。これは、死者が、冥界の川を渡るとき、船の渡し森のカローンに、渡し賃として1オボルス払わなければならないと考えられたためである。ありがとうございます。